皆さんこんにちは。今日でですね、金土日というもうあの開幕を迎える前の週のゲーム、終わりまして、もうあと何日ですか、月火水木金5日すれば開幕ということでですね、もう本当にワクワクするんですが、今日はですね、佐々木朗希投手が投げる予定だったのでちょっと楽しみにしてたんですが、雨で流れた。そして、まあ、あと楽しみなのは楽天の早川、そして、ヤクルトの奥川というねピッチャーになりました。早川君はですね、中島、そして坂本にね一発を食らった。やっぱりちょっとアマチュアのバッターと違うところを感じたかもしれませんね。そして奥川君はですね、まあ一回り目はもう抜群なピッチングをしたみたいです。二回り目に入って失点したりしましたけれども、なかなかああいうピッチングも見られたということでですね、このヤクルトスワローズの中では目処が立ったんじゃないでしょうかね。楽しみになりましたね。そして、結局昨日もちょっと書きましたけれども、こういうふうにこの3試合になりましたね。ですから来週の金土日はこういう感じでいくと思います。ホークスは石川、高橋、令和田、さすがですね。4回みんな投げましたけれども0点1点0点。そして、ロッテマリーンズは二木、佐々木千早、佐々木朗希、今日はね、雨で流れました。投げるんでしょうかね、楽しみです。そして、ライオンズは、高橋光成、ここはねちょっとまだ心配はありますけれども、浜谷抜群でしたね。そして平井、これが今日、5点取られましたかね。で楽天の方は、イーグルスがこれね涌井でやられた、田中抜群、まあ抜群っていうか、まあやっぱ安定してましたね。そして、今日早川君が4回3分の2で5失点したというところで、どうなるか。ファイターズは池田5回0点良かったですね。で加藤が7回3分の1投げて0点。そして北浦、今日は4回で5失点というね、なかなか3ゲームともいいっていうのはなかなかいないんですけれども、そして、オリックスバファローズは、金曜日が山本でしたね。そして昨日が宮城、今日は山岡、これみんな1点1点1点となかなかいい結果を残しました。今年のオリックス面白いぞっていうのを感じましたね。こんなとこがありました。そしてセントラルで見てみましょうか。セントラルの方はこうなりましたね。ジャイアンツは菅野3回0点戸郷、3回0点、そして今日は今村5回4失点、ね、ここがちょっと打たれましたね。そしてタイガースは藤浪、ちょっとアクシデントありましたけれども4回で1点で、青柳は抜群の6回0点、そしてガンケル今日5回、1失点、まあ自分のエラーも絡んでの失点でしたね。そしてドラゴンズは福谷が良かった。そして2戦目の柳が5回で8失点した。ちょっとね、どうやって立て直すかですね。そして、問題の小笠原どうかなと思ったら良かったですね。6回1失点、良かったと思います。そして、横浜 DeNA ベイスターズ浜口4回1失点、平が、まあ、ちょっと目処がつかめたのかなっていう5回3失点。そして今日抜きでしたけれども雨で流れました。カープは大瀬良が6回0点で、栗が6回2点、そして野村が5回0点。なかなかいい内容でこの3人で、ね、ゲーム作りましたね。そしてヤクルトスワローズ、これは小川が5回3分の1で3失点、ちょっといまいちかなっていうところでしたね。そして田口が6回2失点、ゲーム作りました。そして奥川君が今日4回3分の1で、3点取られたんですか、とにかく3回までは抜群でしたから、いいところを見極めて、使ってあげるということでやれるんじゃないのかなという気がしましたね。ということでですね、やはり開幕からすぐっていうのはですね、ピッチャー大体いいわけですよね。ここでやられるっていうのは案外ショックなんです。ですからこうガタガタってやられたピッチャーはですね、ちょっとこれ本当に立て直してくれるのかな、そういう、まあ、心配も首脳陣は持ったと思いますね。さあ、今日のゲームはまた昨日に引き続いてですね、今度は今日はオリックスがホームグラウンド、ホームチームということで、京セラドーム大阪のオリックス対阪神。山岡投手、今日6回、1失点だったんですが、まあボールの勢いはありましたね。球数がやはり多い、6回で97球、まあ、ちょっと多いぐらいですかね。でも三振10個取りました。やはりボールの勢いあります。スライダーとカーブと、そして本当に時々投げるチェンジアップ、
このチェンジアップはまあ打てないなぐらいのタイミング外れがありましてね、ここ一番に使えるんじゃないかなっていうボールでしたね。そして、その後7、8、9はですね、富山、山田、平野、今日は3人とも三者凡退で抑えたというね、タイガースの方はね、ガンケルが5回を1失点、この1失点はですね、フォアボール、そして自分のエラーから、結局内野ゴロの間に1点取られたというね、まあ、もったいない1失点だったんですが、終わってみたらですね、今日は1対1の引き分け、ね、この1点、やらないでもよかった1点だなっていうのが阪神側の1点でしたね。タイガースの方はですね、これは、山岡からワンアウト後に、梅野がレフトオーバーのツーベース、そして木浪が今日打ちましたね、また高めの、まあ、ボール気味のまっすぐでしたけれども、あわやホームラン、もうちょっとでホームランっていうライトへのね、二塁打、そういう二塁打で1点取ったという1対1、まあこれから公式戦が始まるっていうね前ですので、こういうそのピッチャーがしっかり抑えてくれてるっていうのが、まあ一番安心できるゲームなんですよね。まあバッター陣が打ててないっていうのも一つあります。今日はタイガースは5安打、そしてオリックスバファローズは3安打。まああまりにも打ててないんですけれども、まあでも打たれて点を取られるゲームよりは、ピッチャーがしっかり抑えてくれるゲームの方が安心できるというね、そういうゲームなんです。タイガースの方はですね、6回桑原、3人で抑えましたね。でも一つ胸に危ない当たりをライトオーバーされそうなの、これはですね板山がファインプレーしました。今日板山はですね3回にも、ランナー一塁から、ライトへ来た打球をですね本当に取ってから素晴らしい送球をサードへ投げて一塁ランナーをサードで刺したというね、もう板山レーザービーム見せてくれましたし、これ板山守備でも使えるしバッティングの方もね今日は、1本打ってます。そういう三塁打をね1本打ってますから、かなりいいアピールをしてるなというところですよね。楽しみです。そして石大地が7回、先頭打者ヒットを打たれましたけれども、次のバッター吉田正尚で三振ゲッツ、そしてモヤ、をサードゴロとね3人で抑えました。これもいいアピールできてると思います。そして8回9回小野、ね、1対1もう1点取られたら負けだなっていうそういうゲームの中で8回9回を2イニング投げたんですけれども、今日は良かったですね。ボールもストライク先行してましたし、そして、スピードも155キロ、小野らしさっていうのが今日のピッチングで、しっかり見られたなっていう気がしますね。こうしてですね、今週のこの金土日の3連戦、これをですね先発ピッチャーを中心に僕は見てきたんですけれども、こうやって見てきますとですねかなり新しい顔ぶれが入ってきました。ですからまたこれしっかりと情報を収集しないといけないなと思いながらね見ているんですけれども、本当に新戦力が一人加わることによってですねこれ順位ガラッと変わっていくわけですよね。これがありますので、もう本当に我々の順位予想がよく外れるそういうことになるわけですけれども、まあ僕が見た中でやっぱり目立ったのはオリックスバファローズの宮城、このピッチングは非常に印象に残りましたね。素晴らしかったと思います。あとまあこれは見てませんけれども、ライオンズの浜谷6回を0点に抑えている、この辺なんかもですね、ちょっと楽しみですし、ファイターズの池田、そして加藤、この辺りのピッチングもですね非常にいい内容みたいなので楽しみですよね。でセリーグで言いますと、まあ青柳はすごいピッチングしましたね。まあ僕が見た中でナンバーワンのピッチングを昨日やりました。この辺は楽しみですね。そして藤浪がどうなるか、ちょっと親指怪我したところ、まあ、結構爪でやっただけですから大丈夫だと思いますけれども、で心配なのは柳ですね。柳が5回で8失点してしまった、これを、まあどうでしょう、1週間で立て直すことができるのかなっていうね、このあたりがちょっと心配なところですね。パリーグでいうとやはり涌井ですかね。涌井も同じような失点をしてますので、この2人が一番ちょっとねこの3日間の中では、内容が良くなかった2人、この2人が、
さあ、来週、涌井投手は金曜日、そして、柳投手は土曜日に投げると思います。このあたりをですね、皆さんちょっと注目しながらご覧いただければまた面白いんじゃないかなと思います。ということで、今日は京セラドーム大阪で行われましたオリックスバファローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えしました。1対1でした。